久保さん、今回はおすすめしませんと。おすすめしませんにしましょうか。あの、さっきインスタグラム僕やってるんですけど、インスタグラムこうやってると広告がね、ポン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 出てくるんですよ。で、広告をタップして、まあそれは iPhone の、iPhone のケースの広告だったんですね。で、すごく薄くて軽いみたいな。薄くて軽いのか良さそうだな、みたいな。で、タップしてみたんですよ。で、 あのそのね、そのサイトにあの、EC サイト行ったんですけど、レビューがありまして、<laughs> おすすめしませんと <laughs>。某 YouTuber が紹介して気に入り購入し、1週間でつ,つけましたが、デメリットが分かり、えー、おすすめしませんみたいな、書いてあるんですけど、まあ、ここから何が言いたいのかっていうと、まあ、ほとんどの人が情報で操作されてるってことですね。 分かりますこの人が言ったから買ってみたとかね。YouTuber がいいって言ってみたから買ってみたとかね。この芸能人がつけてるからやってみよう、あの、買ってみようとかね。だから自分で決めてないんですよね、ほとんどが。だから影響されてるんですよね。うん。で、その影響されて、まあ、この億万長者合宿でも、まあ、自己責任だとかね、いろいろ言ってるわけなんですけど、まあ、その影響された後ね。 影響された人のせいにするっていうね <laughs>。まあ結局、影響されるのは自由だけど、結局、買う、買わないは、その人じゃないですか。まあ100歩譲って、なんかその、身の代、なんか、お前の彼女をね、誘拐してると。今からアマゾンに行って、これをポチッとして買わないと、お前の彼女を殺すっていう状況だったら、それは買わないといけないかもしれないですけど、まあそんなんないですよね。そんなないですよ。だら買うか買わないか。 お金を払うか払わないか、その人から教わるか教わらないか、最終決は自分なんですよね。いろんな影響は受けるでしょう。受けるでしょう。まあ僕も受けますよ。だけど、結局自分が決めるのは自分なんで。うん。だから、そこの、なんだろうな。そこがね、ほとんどの人があんまないんじゃない欠落してるんじゃないかなっていうとこですね。自己責任ってやつが。 だからほとんど、マジこれもう本当に共通なんですけど、稼げてない人、うまくいかない人は本当に、こ誰もが言ってることだと思いますけど、僕たちも言いますけど、まあ、人のせいにする、何かのせいにします。他者のせいに。これは本当にうまくいかないです。マジでうまく、これでうまくいく人はあんま見たことないですよ。まあ、1%か0.1%はいるかもしれないですよ。でも、9割9分人のせいにするうーん、他人のせいにする、国のせいにする、政治家のせいにする、 何か他者のせいにする人は本当にうまくいかないです。これマジで。マジでうまくいかないです。で、なんで、なんでうまくいかないのかっていうと、人のせいにした瞬間、問題解決しようがないんですよ。もう一度言しますね。人のせいにした瞬間、自分の責任じゃない。相手の責任だ。だから自分で考えないんですよね。自分で改善しないですよ。いや、だからうまくいかないですよ。稼ぎたいんだったら改善しないといけないし、 あの、打開策やっていかないといけないし、その、なんで自分がうまくいかなかったんだろうっていうのを常に考えて、常に、えー、なんだ、考察したりとかいろいろいろ考えていろいろやっていかないといけないわけですよ。だけど思考停止なんですよ、もう人のせいにした瞬間。で、思考停止して、やじ言うだけなんですよね。あいつが悪いんだみたいなね。うん。<laughs> うまくいかないですね、それだと。 だから、うまくいきたいんだったら、うまくいきたいんだったら死ぬほど考えろってことです。ほんとね。うまくいきたいんだったら死ぬほど考えろと。で、さっき孫さんのね、お話を聞いてたんですけど、なんか1年間でね、徹底的に、徹底的に考え抜いて、41個だったかな。41個の新しい、全く新しい新事業を考えて、それでもまた考えて、もう徹底的に考えろみたいなのを言ってたんですけど、まあ、徹底的に考えましょう。 みんなね、考えたくないんですよね。だって徹底的に考えたら、絶対問題出てくるじゃないですか。徹底的に考えたら、老後どうすんですかっていう話で。それは曖昧に、なんとなく、かんなんとなく、ふーん、みたいな。年金、まあ確かにな、みたいな。もらえんじゃねえのみたいな、とかね。いや、2000万問題、うーん。いや、まだ別に、俺その年じゃねえしな、みたいな。 なんとかなんじゃねって。だから真剣に考えればそんななんないですよね。だってもう浮き彫りに出てんだから。浮き彫りに出てんだから <laughs>、真剣に考えれば、そのが打開策を今のうちやっとかないといけないわけじゃないですか。だからみんな真剣に考えてない。いや、考えるのがめんどくさいし、考えると苦痛になるし、考えると嫌になるんですよ。いや、でもそれは考えないといけないです。ね。それは自分の人生のために。自分の人生をあのより良くしていくんだったら、圧倒的に考え抜くしかないですよ。 で、人間が唯一持ってるものって考える力があるわけじゃないですか。うさぎちゃんに考えられますか亀に考える力ありますか人間だけですよ、考える力あんのは。うん。だから、あの、その持ってる手持ちのカード言うて、まあ、このね、億万長者合宿で手持ちのカード言うてますけどね、久保さんが。手持ちのカードを考える力あるじゃないですか、誰でも。人間として生まれてるんだったら。それ使わずして何使うんだと。<laughs> <laughs> そう。バカの僕でも使ってますからね。うん。だから普通の人が使ったら、もう全然稼げると思うんですけどね。なんでか、なんで考えないんですかね、久保さんね。<laughs> 普通僕より頭いい人が考え、もう本当に真剣に考えたら、絶対行動するだろうし、絶対いい結果出ると思うんですよ。だって僕よりスペック高いんだから。スペック高い人が本気出したら勝てないですよ、僕。勝てるわけないじゃないですか。ね。 Windows 98で勝てるわけないですよね、今の時代に。<laughs> Windows 98ですよ、僕なんか。一般の人は、この動画を見てる人はね、僕より頭いい、僕よりスペック高いはずなんですよ。で、なんで、その、なんだ、あの、自由な生活ができてないのか、収入が高くないのか、それは考えてないだけです。単純に。使ってないだけなんですよ。使えばいいんですよ。僕以上にスペックあんだから。ちょっとなんかゾーンに入ってブワー行言っちゃいましたけど、終わります。いってらっしゃい。